山田選手にとっては高校サッカーっていうのは、そうですね、懐かしいですけど、僕は悔しい思い出が多いので、やっぱり今こうやって VTR でみんな思いを、これ高校1年生ですね。でも懐かしい、当時からやっぱりプレーは光るものがあったんでしょうね。いやー、でもなかなか全然結果出せなかったんで。あ、松田選手とも、そうですね、この頃からやり合ってますね。はい、気持ちいいですね。そうですね、はい。でも、あさって決勝戦う、はい、まあ、両チームにこう、はい、言いたいことっていうのはありますか？そうですね、本当にやっぱりとにかく悔いの残らないように精一杯やってほしいですね。やっぱり高校サッカーっていうのはもう一回きりなので、はい。さあ、あさってエコボスタジアムで午後2時から高校総体サッカー決勝、静岡学園対浜松開誠館が行われます。